三角形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。三角形になるように横に半分に折って折り目を入れて広げます。左上の角を斜めの折り目に合わせるように折ります。左下の角を斜めの折り目に合わせるように折ります。折った角をつまむように内側を広げながら折ります。右下の角を左下の角に合わせるように折ります。折った角をつまむように内側を広げながら折ります。右の角と右下の角を合わせるように折って折り目をつけて広げます。折った部分を最初に折った部分の下に折り込みます。
右下の角をつまむように内側を広げながら折ります。折って下になった角を上に出します。同じ角をつまむように内側を広げながら折り、隙間に折り込みます。真ん中の角を三角に折ります。Yeah.